ダリボルは、ベドルジハスメタナにより作曲された3幕のチェコ語オペラ。リブレットは、ヨゼフ・ベンジックによってドイツ語で書かれ、アービン・スピンドラーがチェコ語に翻訳した。初演は、1868年5月16日に、プラハのノーバメスツックでバドロで初演された。初演時は、リヒャルト・バーグナーに橋を発する、ドイツオペラの影響が強すぎるとして、論争の的となった。 1870年に改訂されている。このオペラの題材は、1490年代に活躍したチェコの騎士、ドリーブラ・ゼット・コズジョドを題材としている。彼は、ブラースロー2世の統治時代、貴族の悪性に虐げられる人々を救うため、プロスコビツエでの反乱に参加した。そして、1498年に死刑判決を受けた。このオペラのプロットは、 中心となる女性登場人物が物語の中のヒーローを救うために弾奏する天ンなどからベートーベンのオペラフィデリオとの類似が指摘されることもある。スメタナ自身はこのオペラに強い愛着を持っていたと言われる。しかし観客から反応は芳しくなかったことからスメタナ自身はこのオペラが失敗作であると思ったままこの世を去った。ところが スメタナの死から2年が経過した1886年に復活公演がなされると成功を収めている。1890年代にはザグレブ、ミュンヘン、ハンブルクでも上演された。作曲家であり指揮者でもあったグスタフ・マーラーは1892年にウィーンにおいてダリボルの指揮を行っている。チェコの騎士であるダリボルは 友人であるズデネクの処刑に対する復讐のために、プロスコビチェを治める貴族を殺害したとして、王の下で裁判にかけられている。裁判において、王は殺害された貴族の妹で、彼の処刑を求めるミラダを呼んでいた。ダリボルが連れて来られると、群衆はダリボルを支持し、立ち上がった。ダリボルは、友人が捕らえられ、殺害されたことを語る。裁判は、 ダリボルを死刑から死ぬまで幽閉する終身刑の判決に減刑された。この裁判の中で実際のダリボルに接し、裁判の後、ミラダはダリボルに対して恋に落ちたことに気づく。さらに、ダリボルに助けられた孤児である意トかと遭遇、ダリボルを救出することを決意する。ミラダは断層して、ダリボルが幽閉されている極者へと忍び込み、監守として雇われているベネシュを見つける。 彼女はベネシュの信頼を得るようになり、ダリボルの遊兵されている牢へ入ることができるまでになった。騎士は彼女を喜び迎え、彼らは情熱的なデュエットでお互いに愛を歌う。彼女たちは監守であるベネシュを買収することを画策するが、ベネシュは彼らが脱獄を企んでいることを王へと伝える。評議会のアドバイスを受け、王はダリボルの死刑を決定する。 獄舎の外で待機していたミラダはダリボルの死刑執行を告げる鐘が鳴るのを聞く。仲間たちと共に彼女は城の中へと攻め込む。ダリボルを救出した後、ミラダは重傷を負い彼の腕の中で生きたえる。ダリボルは自分自身を刺し愛を貫き死ぬ。ありがとうございます。